食い込んでて、うん、そこからもさらにまだ時間もかかる、うん、そうがもっと早く僕らに行ってくれたらできたことだし、僕らももっと早く行ったらできたことだし、噛み合ってないと思う。じゃあお互い連絡は、うん、下がお前のこと不満に思ってた。今日もですね、こんな優秀なやつがおって、そいつらの気持ちつかんだよ。全部の件に関しては俺は悲しい。俺戻ってこいって言わされた。師匠に頭下げて、もう絶対うちに戻ってこいって。その時俺は一緒にお前に、お前と頭下げられるっつって。喋ったってくださいって言った。喋ったってくださいや。なので俺は俺自身で喋って。あ、マジだせえな。はい。問題だて。いや、ただ、あの時伝えたのもらった電話で。何、さっき、ちょっと今カメラ回したで。はい。もう一回、何が言いたいの？いや、僕ら現場でやってました、うん、電話もらった時に帰り実習生を送ってほしいっていう意見があったんですけど、ただ単にもらった電話で悪かったんだけど、その僕ら全然残業に食い込んでて、うん、そこからもさらにまだ時間もかかる状況下だったんで、うん、まあそれを伝えたんですけど、結局まあそれを、うん、まあ送ってください、まあ、出しとくんでっていう話だったんやけど、僕の意見的には誰かしらだけがとりあえず送ってあげれなかったのかなって、うんうん、結構遅くなるっていうのもは伝えたんですけど、なんかさっきバリバリだったら、なんかハゲ悪いやん。何全然ハゲ悪いやん。そのまあ日本人全員が全員その周知会の方に出席しなきゃいけないのかも分からんけども、やっぱ実習生も疲れてるんで、実際問題は誰かしらが送ってあげるとかでもよかったんじゃないのかなって。何出なはげ悪いや、どうしたんですか。さっきもっとなんか俺ら来たら疲れますわみたいな感じだったよ、感じだったな。ちょっと分からんかったのか、これ多分使えないと思うんです。あの使ってるとこれも不一致ですよ、なんだかんだ。僕らもちょうどで5時半6時ぐらいだったけど、ショーも、終われて5時に終わっていいからかな、いいからかなって。まあどっちにしろショーがもっと早く僕らに行ってくれたらできたことだし、僕らももっと早く行ったらできたことだし、まあ、結局この噛み合ってないですよね。だからお互い連絡は、うん、あんまり自分から入るか、もう最終的にはどうですか。なんで前も悪いです。それどっちでいったほうがいいですか。まあ、思ったほうがいい。なんだお前、違う何お前、なんか上手い人クールな感じ出して。まあ会議やるのは言ってましたね。でも今日あるのはみんなの前に、あ、これは言っとったね、会議やるよ。実習生を受けてもらうかもしれないっていうのは言ってたの。いや、それは言ってないですね。ただ、まあ、そんなに遅くならんだろうと思ってたんです、僕の考えも。かかっても6時だろうと思っとったもんで。週1回は？あ、俺だわ。そうです。まあ、勝手な考えやったもんで。いや、まあまあ、そりゃそうだな。いや、イレギュラーがありすぎたで、それは、そうです。俺らも伝えてなかったで、悪かったな。だけど、じゃあ、翔、一つはさ、俺、なんでわざわざお前呼んだかって言ったら。はい、半分動画のネタも面白いなと思ったのもあるけど、はい、いやまあ俺も現場のことはもうトシ君に聞いたけど、どうでもいいやと言ったら、ぶっちゃけまあそれはなんか誤解っていうか、はい、肩がぶつかった程度の話じゃ聞かなかったら嫌だな、すっげえ残業してるからきついじゃん残業って。現場で昼間で待って、5時6時からガチガチやったわけでしょ、はい、年齢また送ってけえとかいけない6時7時言われたら、まあただ面白くないだけなんだろうなー、だけどこっちからしたら、まあ、今日は周知会行かなかったんだよな。その、まあ、いろんなことが重なったから、で俺はもうそこはそうなんだみたいな感じで話したけど、俺が何側はまず一つお前に伝えたいってさ、下がお前のことを不満に思ってるわけ。その今日のことじゃないと思う、多分言ってないけど、さっきいろいろ聞いたけど、その話した方がいいんじゃないって、今日の不満なんかどうでもいいやん、さっき言っとったじゃん、なんか違う話、うん、数字を数字しない。え、できたら僕にその話しますわって言ってたよ。いやいや、まあそれもそうだ。まあそうじゃないの、まあまず数字とか俺はお前も喋ってで、みんなが数字把握してないっていうのはやっぱりやばいんちゃう。最近では現場は竹の子に全部伝えてるんですけど、頭に行かせてもらって、
その100万以上のコンセントになるから、いや仕組み化しろよ、お前が作るんじゃないよ、はい、お前ほどパソコンなんかやってたら俺切れるんだよ、お前時給くれ、何パソコンパカパカやっとんだ、さあじゃあジム雇うんかパート入れるんか、だけどみんなが数字把握しちゃうでしょ、お前はちょっといかんな、その威圧的に喋る、見てて、お前が健太郎君に言った興味を持った、お前なんかビビっとんのか、なんかもうビビってんのお前、ビビってないです、もう匂いビビってんの、まずそれはあるで威圧的に喋るからみんなが喋りづらいんちゃうんか、ああだけど、うん、だってみんなが数字把握してるんやもんな、今月いくら儲かったのって言ってそれ分かんねえ、それで伸びる、逆にこいつ約束しろ、売り上げ倍にしろって、ええ、うん、できるのそれで、お前がやるの、みんなでやるの、どっち、おるかは、お前どっち、まずは僕ですね、いや違うだろ、いやだそんなのにみんなのいいですよ、みんながお前持ち上げてくれるんだろ、お前一人ならできんぞ、俺がやればなんとかいけるって思ったんだろ、そんな甘ねえぞ、おめえよりすげえぞ、5万通るぞ、こんだけ優秀なやつがおってそいつらの気持ちつかんでないんだよ、いやこいつが責められるんじゃないよ、はい、俺今日そういう話したら困るの、お前の話したけど今日現場でな、重機がすげえんかったどうだろうなって、監督が悪いじゃないんじゃない、こっちも悪いって思わなくなるんじゃないの、でもそういうことが言えるようになればいいね、僕らお前が言えんじゃん、そうそう言えないですよ、だからさっきもちょっと言っとったし、なんか伝えたいことがあるんだって12月の小田和正って言っとったやん言っとったやん、トシ君だから俺はダセーけど、はい、同じぐらいダサいよ、さっきあんだけ熱く語っとったでしょ、ショー来た瞬間黙って待って、そんな今日がどうのどうでもいいよ今日の話なんかじゃあ俺ほんとそう思うの、根本の話してないじゃん、でも今日の話って言いやすいんだよ、あら探しだから、なんでミスを助け合わんの、だからこれはミスじゃん、単純にあれなくしてやがったとか、そんなことよりも一番大事な話って数字の話じゃん、え、言ってないですか、これは僕は知っとるん、お前にたんか、お姉ちゃんが言ったやべ、トシ君だけで朝食を言いないの、売り上げ2倍にした言ったもん、いいですよ、僕も言ったんだ、このショーだけで売り上げ2倍には絶対できない、ショーだけって言ったら人がついていってないから、いやでそんなのは絶対無理だよ、きついことすんなぞ、はい、お前ついてくるよ、お前手だと同じことやってるから、そうだから僕も同じことやっとなっていうのは思ってたけど、ただ寺内の場合はその下からの信頼度があったってことですよね、もうそうそうなるぞ、てやこの話しとるけど泣いたよね、俺だって頑張ってるじゃんって言って、もう焼き鳥やねんな今でも忘れあでも頑張っとんだと思ったその時、でもみんな多分頑張っとるの分かっとったけどなんかちょっと違うみたいな、これでお前が投げになったらまだまだ頑張ってるでしょ、だけどあいつ変われんかったんすね、はいや変わってきたやろ、やめてっすよ、あ、まあそうね、あ、ありました、これ置いてました、そんだけ窮地に追われたんだなと思って、やっぱり自分でやってない、はい、ショーは今やり方がこうやりだしたとしたらこっからは 何も変わってないですよ、うん、ショーが頭に何変わってほしいの、変わらんでいい、いや、変わった方がいいと思う、どうは、いや、まずは周知する、みんなに何事でも、うん、ショーは絶対自分の中で抱えてみんなに喋らないんで、うん、ミーティングも全然やらないし、昔週1でミーティングしようよっていう話も全くなくなっていくし、うん、まあ寺の時もやったりやらんかったりだったけど、うん、まあ大変だね、数字も数字でじゃあ話し合うならもうちゃんと逐一全部教えてほしいなって思うのが、赤字なら赤字で本当にお前赤字だからって言われたものが、うん、分かりやすいというか、うん、じゃあ次の物件今でやってるやつも追加で受けた金額すらも分からない、うん、それでやる、うん、またミークどこまでかけていいのか、これでも赤なのか浮いてるのかもう分からない、う
やっぱ全部やっぱ数字っていうのは全部教えてほしいなって、よその現場でもやっぱ教えてほしいなって、あいつはこんだけやっとんだとかも、うん、やっぱ自分のモチベーションにもつながると思うんですよ。お前さんはどうやで？9です。なんで話すのみんなでちゃんと話したいですね。おしまいだ。でもやっぱり結局僕らってこうやって話すじゃないですか。なんでもう次のになったらもうさよならなんですよね。でそれが悲しいですよ、ね、毎回。なまあ僕らはそれって誰が悪いの？え、自分も悪いと思いますよ。あの ずっとそれに対して続かないんで。そういうことだよね。はい。で、賞があり、でも俺らも悪いって思わんと、みんな誰かのせいにしてんだよね。ザクギラだから。もっと発言してください。ラン、ツー。ツー。曲ない関係ねえだろ、お前、そのこと。そういうのが基準じゃねえよ、お前。何なんですかね。言いたいんですけど、言葉になんか、言いたいんじゃない。言いたいっす。お前みたいにしゃべらんもん、こうやって、まあ、ごめん、入ってるけど。オブラートに包まんでいい。すごい、すごい。展望の件に関しては、俺は悲しい。俺戻ってこいって電話したよ、うん、あいつも。でもそれでもやっぱ一人でやるっていうか、それに対してはもう俺は何も言わんかった、うん、頑張れよって言いたかったけど、あいつに伝えたのはこれ先ほど言ったけど、よそでフラフラするぐらいだったら、あの師匠に頭下げてもう絶対うちに戻ってこいって、その時俺は一緒にお前と頭下げられるっつって、それでもいいから戻ってこいっつって、俺はお前と一緒にやりたいっつって、でも俺はちょっと思ったのはお前に頭下げてもうあいつはあの仕留めてほしかったな、戻してあげてほしかったなとは思う。どうする気持ちいいのか全部が全部俺は知らんでな、お前らもめた話もな、出戻りからでもさ、あんだけやってくれとって人間をまあスパスパと俺はそう内容は分からんかったって何とも言えんけど、俺はちょっと悲しかった。あいつがサップとか。曲が入ってきて。いや、動画使えるにいいんやん、これ。お前言うことないの、それに対して。俺きれいで分からん、まず楽しい最初から。ケントロ君がなんでそんなストレスを溜めてやめるって言ったのかも分からん。なんでショーに対してついてけんからやめるって言ったのかも分からん。俺からすれば、ショーとかケントロ君とかカントとか仲良くやってうまくやってね、やっとったけど。一番それは僕も思うと。なんでいきなりそんなことが出てくるのかなっていう。ショーとケントロは一番仲いいと思ってたもん。マジで。そうそう。うん。なんかすごいな、なんでみたいな。それな、言うことないの。お前は出て先輩だけど2人、はい、お前の部下なんだぞ、言うことねえの。それ言うことねえんだったらお前もう職長降りろ。いやもう、あ、俺は一つずっと思ってたのが、なんか長にも言ったことあるけど、健太郎君をちゃんと先輩扱いした方がいいよって言っとったで。俺も手前の質問、なんでお前はまだケンタロウとか呼べるの、なんでタメ口で普通に喋っとれるのっていうのはずっと言っとったし、まあでもそれはケンタロウ君が許したら別にいいんじゃないかなと思ってたし、そうでもさ、そんだけ仲良かったのに、なんかいきなりね、ショーのところについてけっていうのは、なんかすごいないと、ケンタロウ君に向けれんわけだ。それはどうなったのかな。いや、わかんないです。僕もわかんないですけど、正直。ただ僕が悪いのわかってるんですけど、いまだにその原因もわかんないし、でもそれを違う子に竹とかいます。同じ子だったら一緒じゃないですか。これはもう空気です。はい。それをやらんようにはしようと思うんですけど、でもわからんから、
分からんの、なんで最後まで話さなかった、喋らなかった、喋れんかったんすか。喋れないっす。喋んじゃない、状況が違うっす。僕の状況と、トシ君の状況は全然違うっす。いやいやいや、まあまあ確かに状況は俺とお前の分かる状況が違うから、喋れる喋れるのはあるかも分からんけど、でも、なんだろう、とりあえずまず喋らせてくれって頼むから、頭下げても別に、とりあえず喋ろうっていう場を持ってもよかったみたいな、持とうとはしたんですけど、会ってもくれなかったから。最初は別にそれに対して俺らに協力を煽ってもよかったんですけど、だったらお前の力一つでダメだったんですね。え、だから僕トシ君言ったんです、トシ君お願いしますよ、場を作ってくださいって言った、うん、お前が喋るために。喋ったってくださいって言った、喋ったってくださいや、だって俺は俺自身で喋ってやった、うん、そのじゃなくて、そのだからその返答も俺も聞いてないし、今聞いたじゃないですか、そのこと、うん、じゃなくて お前が一番、いやでも喋らなかったんじゃないって、俺は。それはそうです。そこを分からんのだったら、分かった上でだったらいいんだけど、分からんのだったら、じゃあどうしても喋ってくれないと、面と向かってもくれないと、だったらその場を取り持つじゃないけど、それをなんとかしてくれませんかなら、またそれも動くやん、別にそこは。まあでも最終的にはあの人なんかもう一人でやりたいって言っとったもんで、別にそこまで無理して、ね、止めることもないかなって僕思ったっす。それは お前しちゃう、でも喋ってないのはその意見だからとかは関係なくない、喋るべきじゃない、ちゃう最後は。それじゃ結局は相手がもうどんな意見だった、じゃあもういいやだったらもう切り捨てるみたいな感じ、はい、それでいいのって思ってしまう。ちゃんと話したらいいですよ、ちゃん、なんだろう、あくまで本当に大社な会社で、うん、分かったって俺の中で普通にその相手とちゃんと喋った上で、いやあれも嫌でこれも嫌でとか、どうのこうのでは分かった分かった、じゃあ大社なって、うん分かったよって上で出すのか、いや、なんかしらもう怒っとって、最終的にはもうよく分からんけど、もう一人でやるって言うとほしいって、もうまあいいんじゃないで、結局はうやむやでバーンっていうわけやん、結局答え知れずやん、お前の中では。それとは意味が違いすぎるんじゃないって、そこは最後まで俺は喋ってほしかったかな。いやでも僕がそれどうでもいいと思ったら別にどうでもいいんじゃないですか、それって。別にどうでもいいと思ってないですけど、どっちどうでもいいって思った、どうでもいいっていうか、なんていうんですか、別にいや自分自身がやりたいんだったらどうぞって僕は感じなんで、別にそれを無理して止めることもないし、え別に止めろとは言ってない、でも悲しかったっていうのはそういうことじゃないですか、ちゃんと喋ってほしかったってそういうことですよね。ただでも、どうしてそこまでになっとんのか、何なのかっていう話もないわけや。じゃあいきなり俺がもういいや分かったって、だったら俺も明日から俺自分でやるわって、もういいやって、今日じゃあなって、お疲れ。えでもそれは喋ったっすよ、だからその日、その次の日か、うん、俺もあれが気に食わんかったって言われました。なんか分かんないですけど、鼻から聞いとると、やっぱその、一人が辞めるって言われてなかったのか、僕は別にそれを、あえて別にみんなで話す必要ないんじゃないかって思って。話さずに、翔が本当に戻ってきてほしいって思ってんだから、あの健太郎君と話せばいいし、まあ、それでも翔が別に、健太郎君のことを別にいらないって言うんだったら、もう別にそれはいらないでいいと思う。だけど、ちゃんとした理由が欲しいと思うんですよね、トシ君とかも簡単ですけど、なんで健太郎君が辞めたのかっていうのが、明確な言葉がないから、結局、あやふら、翔も
トシ君ね、じゃあ話しておいてくださいとか、簡単に、トメロ君に電話して話しておいてくださいとか、結局その答えは、ちょっと止めてほしいようなニュアンスじゃないですか。話して戻ってきてほしいみたいな。だから、結局、こっちは別にいらないけど、トシ君は戻ってほしいニュアンスだから、合わないですよね、一応。ショウがちゃんと別に、ケントロー君がいなくても、やりますという答えがはっきり出てくれば、別に僕らは何も言わないわけですよね。結局それなんですよね。その不一致してないから、答えがないから。ただ、ショウもショウで、ケントロー君辞めた理由と、っていうのをちゃんとうまく話してくれれば、そうなんだ。じゃあ、ケントロー君、じゃあ頑張ってね、みたいなレベルなんだね、だって。それはそうだと思う。肩から聞いて。でも本当、ケントロー君が辞めた理由は僕も分からんから、どういうふうに辞めたかは何言えなくなったかもしれないから、だけどこうやって聞いとると、そんなふうに思うなと。そこで分かんないなって言われると、余計。違います。だから、その、だから辞めた理由は僕のあれじゃないですか。ね、お前のやり方についていけんと。で、そのことを分かっとんのに、そのケンタロウ君がトータルコーダーって言われたら、僕も分かんなくなるですよって言うんです。うん、僕はやれることやってすることになってる。結果どう思うからね、ショウが、ケントロー君が、ショウのやり方についていけんと、その言い方の喋り方もついていけんと、ショウがそこで変わるのか、俺はこのまま、俺はこの、だから俺についてこいのか、俺が変わるから、変わるから、もっと頑張るから、ケントロー君、俺の背中ついてきてよ、見えるのか、それで銀から切るのか、それしかないよね。でもショウが選んだのは、俺はこうだから、ケントロー君、別にいなくてもいいっていう感じだよ。そうなるんですよね。だからそれしかない。手を繋いで帰ろうか。ただそうなると、多少なりでも歩み寄る話もできんかったのってって思っちゃうんですよね。少女からしてこんだけ仲良かったんだったら、もっともっとついてる分をましや、その入って1ヶ月2ヶ月とかさ、まして1年とかそんな付き合いもないやん、あいつ。前回辞めた理由を知らんよな、だから俺がいじったのどうのこうのっていう話もいろんなあったし、それで辞めてったにしろ、それでもそっからでもお前と仲良かったわけや。すいません、これ音楽って切れます？戻した音楽切れる？それを引っ張り戻したのもお前やったのに、そこがなんでって思うぐらいだよ。そうっすね。うん。そう。そう思うと、なんだろう。やり方がついてけなくなった、なんか話してないとかわからない。でもついてけないよ、何がついてけないのかっていうのもちゃんと話した方が良かったんじゃないのかなとは思う、ね。ついてけないと言われてるんです。うん？ついてけないとは言われてるんです。ついてけないじゃなくて、だって理由が分からんねやって。一旦話したじゃないですか。その次の日、月曜日に。で喋って僕の言い方が気に食わないらしいです。それでやめたら。言い方が気に食わないだけなんです。そうです。いや、まあ、分からんんですけど、僕が言われたのはそうです。いや、分からんすけどって言われたら俺も分からんくなるやん。そうって言われたんですよ。うん。だからお前の口を直しちゃったんですよ、うん、でも俺がいないとこで、あ、そう、二人で喋ってるんですけど、あの後、あ、違う、その前ですね。ああ、前や。で、それで僕はでも悪いと思わなかったですね。なんで俺こんな言われなかったの。逆切れましたし、健太郎君に話を聞こうと思ったっすけど、あっちも話しても来ないし、だからもう、まあ、でもまあその話を聞いてどうしてったかだよね、結局、ショウが。この先、ね。同じことをやったって、下ついてる感じなの。そりゃそうですよ。なら、その、どうするかだよね。このまま同じことやっても、絶対、また同じこと起きることだし。はい。それをどうしていくかだよね。もう。でも、この先、リュウジの言った通り、
そういうやつが出てきたらそういうふうになるのか、まあここの状況にもよるとは思うんだけど、何が正解かは分からんすけど、やっぱでも一緒に働いてるんだったら一緒に楽しく仕事したいですよね。やっぱり楽しくしてね、会社のお金残せるって一番最高だよ。楽しくもないし会社のお金も残せって一番最悪なことだから。一週間とは言わんで、二週間ごとでもミーティングで数字とかさ、その現場の状況なんだかんだとか、なんかそのミーティングなりはちゃんとやらんのがね、じゃないと状況の把握もできんし、よその現場がどうのこうのとかね、交渉し合わせてほしいもそれも伝わらんし、俺の現場も伝えづらいし、まあ、締め入っていい、はい、長なるでザコさんに科学出せやぜ。まとめるよ。まあまあ、切れ事言っていい？はい。まあ、一個切れ事。まあ、翔がまず、俺は思うの。責められとるけど、まあ、お前ら全員悪いんじゃないのみたいな。それ絶対そうです。絶対みんな悪い。翔が悪いわけではない。ただ、俺、翔が悪くないって言うと、また、寺道2号生むで。なんて伝えようかなーって、カメラ回しながらずっと考えたんだけどさ、何が俺悪いかいいかわからんけど、最低でも俺は営業で商売辞めた時でも誰が辞めた時でも会見とかやってたって俺の味方になるんだって。お前このフル株2人なわけじゃん一番。そうそう、これが味方になるとお前やばいよ。事務員5人辞めてた時、営業全員の味方になってきたし、お前らみんな俺の味方になってきたよ。いや、幹部クラスがまとまってなさすぎだよ。これって何って言ったらさ、まあ俺本当にさ、まあ動画に、まあ死んでもいいや、これ本当に動画的にいいんじゃない。まあ俺逆に使いたくないけど、なんか俺また生きちゃってね、叩かれそうだな。俺がいないと回ってないから。それ絶対大きいっすよ。これ結局こういう時に集まって社長に言われてみんな、あそうだね、はい、あそうだなっていう結局するんですけど、結局明日、明後日になったら、まあ結局それがないかったような話もあるし、それも結局。俺がじゃなくて、俺についてってるっていうのも半分あるから我慢できるのは。だってお前についてってないの。堀川組じゃないでしょ、この3人は。そうですね。最低でも。幹部クラスだよ。まあ俺はもう別にあいつがお前かどっちが間違っとるって別に俺はもうその、なんか俺はもうあいつが間違っとると、俺意見はね、俺結構きついから、ケンタウン意見はね、トシ君がどうとかリュウジがどうって、トシ君の時にお前悪いみたいな言い方しちゃったで、まあ、俺はもうそういう風に思ってない別に。ああタオル言っとるなこれ、もう正直これ動画使っていいんだけど、まあ出たら自分で動けへんやんって思うぐらいね、カメラ回しで。俺はあいつに寄り添って、切れて、やめてくって言ったやつ、なんでごめん戻ってきてって俺が言わなあかんのって思ってるから、だけど、それまでのいろんなことがあるし、でも幹部が、少々って言ってないってことは、お前まだそこまでのとこなんじゃない？はい。だからもう本当それだけ。なあ、ケンタロウが辞めたことに対してお前に責めるつもりもないし、間違っておると回ってると思う。言うつもりもないけど、まあいい締めになったか。まあ、トシ君が撮りておいて、トシ君が嬉しいと思うので動画で見てくださいって。まあまあ、俺多分、まあ明日みんなやめますって言ったら俺絶対止めんでね、そこでごめんなさいって言ったらさ、明日儲かる、1年は儲かるけど、人として覚悟なくなるからな。だから俺はお前の判断は別に悪くないと思ってる。辞めたいって言ったやつ別に知らんやんって、だから俺は自分で反省はするよ。ああなんか悪かったんかなって反省するのと止めるのは違うから、俺はもう親方が止めたらダセえなと思ってるから、ね、そこはお前、まあ俺はそれだけだな。今日なんか持ち帰ってほしいなってお前思ったら、健太郎が辞めたことなんかで悩む必要ないと俺は思ってるけどね。そんなもんでしょうって、一緒にやっていいじゃないですか、やめたっていうのはやっぱ大きいし、
で本当にお前に落ち度があると思う。叩かれそうなのは俺もバトルで魔法が小さいつもりだ。はい、はい、皆さん、まあ結果なんなら答えは堀川翔がまだまだですねってこと。いや、まあ お互いちゃんともっと連絡取り合って話しこうよっていう。次にやっぱりお互いがあの社長の目の前で会った時に、うん、意思疎通話ができてない、ほうれん草できてないっていうのが、うん、あの見せないよう見せないというか、うん、できてないじゃなくて、みんなお互い、いや数字でもこうじゃないですかで喋れるぐらいの形になれるよう僕らも努力しなきゃいけないし、 そこも翔が言うんじゃなくて、言わなかったとしたら僕らがつついてお前言えよって言ってでも やっぱやっていくべきなのかな、ちゃんと、うん、せーの、まだ見ねー